こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、何でもランキングのコーナーです。今回のランキングは、えー、20代のうちにやっておけばよかったことランキングです。ということは30代以上の方が答えてらっしゃいますね。はい。第3位から申し上げます。切実です。結構切実です。 全部切実です。はい。まず第3位。資格取得です。はい。資格取得によって、えー、昇進しやすくなる。そうですね。はい。まあ、いきなり昇進するわけじゃないですよ。資格取って。資格を取ることによって、より高い技能を持つことになり、その技能を使って会社に貢献することで昇進しやすくなるということですね。はい。 第2位は、お金に関する勉強です。学校で教えてくれなかったけど、むっちゃ重要じゃんみたいなことですよね。そういうことですよね。はい。今はね、学校で教えてますけどね。はい。じゃあ、第1位は、これが、これが、まあ、切実。い、もう、どうしようもない。貯金です。はい。 これね、僕、僕に子供がいて18歳になったらですよ、毎年100万円あげます。はい。お金に困らないように。なぜかというと、20代って恋愛もしたいじゃないですか。で、海外旅行とか行って彼女との仲も深めていきたいじゃないですか。なんならそのまま結婚したいじゃないですか。いいと思った人と。 なのにお金がないからってなっちゃうんですよ。で、あまりにもそこに、いや、使えるお金あるかもしれませんよ。それに使うお金。じゃあ、結婚ってなった時に結婚資金がないとかになっちゃうんですよ。<laughs> 結婚指輪も買えないってなっちゃうんですよ。で、友達とも飲みに行けなくから、友達とも疎遠になるってなるっちゃうじゃないですか。だから、何を取るかって、もう使いたいものがたくさんあるんですよ。もう。使いたい。 友情のためにもお金使いたい。恋愛のためにもお金使いたい。資格取得のためにもお金使いたい。なのに給料はまだ低いと。はい。私だったら毎年100万円あげますね。税金かかんないんで。100円だったら。百万円だったら。はい。そうですね。こんな親を持ちましょう。はい。そうです。こんな親を持ちましょう。はい。そうですね。はい。ということで、<laughs> 今回の配信は以上になります。えー、また、 次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。皆さん、貯金ばっかりしてると楽しみが忘れちゃうよ。